キチャンネル。ジョン、金曜日です。プロ野球ソチェックということで、カースイ木ね、パリーグは、ソフトバンクオリックス以外2連戦で、ソフトバンクオリックスは3連戦か。で、セリーグはね、巨人広島、そして中日ヤクルトは3連戦で、阪神 DeNA はね、ちょっとコロナの影響で、今日の試合が中止になってですね、2連戦という形になりましたけども、しっかりプロ野球解説していきましょうね。ない試合が3日間であるとね、チェックする方も楽ですね。全部チェックするのもね、大変ですけども、今年も頑張っていきましょう。まだ開幕したばかりということでね、皆さんもね、ぜひ総チェック楽しんでください。さあ、今日も行きましょう。今回はですね、セリーグから。まず、ヤクルト対中日。4月5日、6対7で中日。6日、2対1でヤクルト。で、7日、3対11で中日。中日の2勝1敗で勝ち越し。ね。2カード連続勝ち越し。ちょっと最初はね、なかなか勝てないで、バタバタしましたけども、若手の躍動感がすごいっていうね。強いじゃんっていうね。最近はですね、ネットで、里崎逆進ってね、よく言われてます。最下位に予想したチームが優勝するんじゃないのか、2年連続ということでね。ブランゴーズファンの皆様、里崎の期待を裏切っちゃってください。ね。ということで、お送りしましょう。4月5日、7対6で、中日、ヤクルトね、先発サイスニード、3回79球6安打3三振、1球1デッドボール5失点と、まあ去年からね、もともと球は高かったんだよね、基本的には。だけど、力があるからしっかり抑えれてて、高めにストレート、低めに変化球っていう形で抑えられたんだけど、まあこの日もね、高めは高かったんで、ね、球はもともとね。でも、やっぱ力なかったのかな、まあ初登板っていうところもあるし、まだ仕上がってないのか、力がなかったのか、そこをね、やっぱ仕留めきれられるっていうところはね、あった。だから、高めに行くっていうのは、まあ力強さがあったらね、そこでポップフライとか、力で打ち取れたり、ファールでカウント稼げるんだけど、力がなかったら、それを仕留められて、長打になるっていうね、デメリットもある中で、まあそのデメリットの方に触れちゃったかなと。ね、ドラゴンズは初回、ワンアウトが1、2塁からビシエドがね、ライト前ヒット、記録はね、でもここでライトサンタナ、ハクボでね、見失って、落としちゃうっていうね。ここが一番痛かったかな、この5日の試合は。で、その後ね、ワンアウト満塁になって、阿部がね、レフトへ犠牲フライ。で、その木下がね、センター前ヒットと、1点追加点っていうところで、初回ね、いきなり2点入るんだけど、こう取ってたから、多分0点だったんだよね。だからこの白棒痛かったね、落とすのはね。で、現在いたサンタナちょっと下半身コンディション不良でね、登録抹消中ですけども。で、その後ね、3回、木下がね、スリーランホームラン。グッド。ナイスバッティング。ね。で、ここでね、一気に5対0と離すかっていうところで、3回裏、山田テストのレフトへの、ツーラン。で、村上、ソロという形で、まあ、勝つのね、多少甘く入ったかなっていうね。で、まあ、低めにね、低めにはしっかり投げてたんですよ。ちょっとコース多少甘く入ったけど、低めにはしっかり投げてたんだよね。だからそんな一概に攻められないかなっていうね。まあ打った方がすごいっていうところと、村上がレフトの方にホームラン打つとちょっとやばい。調子がね、どんどん上がってくるっていうね。で、それで5対3。いやー、これ一気に嫌なっていう流れの中で、4回表ね、先頭、勝つのがレフトへ、ツーベース。グッズ。この前もホームラン打ってたしね。で、大島の、ファーストゴロ。ここはね、最低でも進塁打ということで、引っ張りにかかったんだけども、ファースト、オツナが、まあ、強い打球をそのまま取って、三塁スローで、セカンドランナー勝つのアウト。ビッグプレイグッズ。これはすごいね。もう準備してるっていうね。プレイ自体もそうだけど、こうなったらこうしようっていう、準備してるっていうところが、すごい。しかも、間髪入れずにしっかり投げて、コントロールもグッと。で、アウト。これはね、すごかったね。ぜひまだ見てない方、見れる人はね、見てください。ね。で、その後、一塁に、ワンアウト一塁になって、岡林の時、ツーエンドツーからエンドラン。で、これでピッチャーゴロで、まあ、ゲッツーとりあえずファーストアウトになって、ツーアウト二塁。で、ここでマルティネスがレフトへタイムリーヒット。この一点が強い。この普通、そうなってね、バタバタってくると、こう0点になっちゃうんだよね。でも、で、しかも、ヤクルトにね、3点取られて、5対3に、なった後の、このバチャバチャってして、チャンスを潰したかに見えた後のエンドランをして、仕掛けて、ツーアウト二塁にして、最低でも、その後マルティネスのタイムリー、強い。グッド。この作戦も含めて、素晴らしい。そんで、そのままね、6対3で行くんだけども、7回裏、運命のね、先頭、
内山フォアボールで塩見三振に取るんだけども、まあ、ここからねピッチャー清水に変わるんだけども、でセカンドフライ、ツーアウト一塁になって山田哲人フォアボールで、ここで村上がまたレフトに同点スリーランで、これ一番悔やまれるのがあのピッチャー清水、キャッチャーね胸元構えてんだよね、胸元ちょっとベルトぐらいのところに構えてるところが超スーパー逆球のアウトボースキってホームラン。だまあ打たれんのは仕方ないけども、その勝つのがね、打たれた時はまだ低め投げてたからいいけど、この清水の投球はバッと逆球、もったいない、狙ったとこ投げて打たれたんだったらまだ仕方ないけど、逆球になってホームラン、これで一気にね劣勢になって、いやこれヤクルト盛り返すんちゃうかって言ったところで、8回表ピッチャー清水ジャッカー豆に入ってきたところを石川がプロ初の勝ち越しホームランで勝ち越したっていうね。だからドラゴン強いね、この下位打線でも勝ち越してね、でしかもね去年はそんな動かなくてね、ランナー貯めるんだけど点取れないっていうところで、今年はいろいろね積極的に動きながら点を取りに行くっていう立浪采配、グッと再開予想しませんね、まあ、まだ始まったばっかりわかんないね、ヤクルトも強いね、で4月6日ヤクルト2対1で勝ちっていうところで、先発高梨6回84球4安打6三振1四球1失点、あ、1四球1デッドボール1失点と。だからここも高低の球ね、だからサイスニードと同じように高梨も強いんだよね、あ、高いんだよね球が、でも強いの、ストレート高く、あとカーブスライダー方向低くっていうこのコンビネーションで、まあ、しっかり抑え切って、でその中で、2回裏の2アウト1塁ピッ8番松本キャッチャーね、もうこれ8番で2アウト1塁も長打しかないんだよね、本人も語ってたけどね、長打狙ってきました、そこでこの2ランホームラン、もう一発しか点入らないっていうところで、グッて、しかも佐々木2019年から中村の後は松本がいいって言ってたんだよね、過去の動画探してみてください、必ず言ってるんですよ、そしたらよ、そっから一気に出なくなって効果が出てくるのよ、あれ中村っていなかったっけ、小賀だったからって思うぐらい去年1試合も試合出なくて、やっと来た松本、俺の目に狂いはないことをちょっと証明してくれてるね、これホームランで中日、4回ねワンアウト1、2塁阿部レフト前タイムリーで木下三振で石川、ショートフライ、ここでねもう1点いきたかったね、ここでもう1点いってたらちょっと試合がね分からなかったと思う、この4回の表2点取られた後ね、で阿部が打ってワンアウト1、2塁で木下石川がアウトなんて、ここがちょっとキーポイントだったかも分かんないね、でその後ね、7回8回7回もね先頭木下出て強打のフォアボールでワンアウト1、2塁から福留三振、大島フォアボールで岡林、ファーストゴロ、これみんな田口に代わって、田口ってか左がねなかなかヤクルトもいないからね、リリーフ田口がいい味出してんだよね、あのガッツポーズね、で、8回も2アウトからだけど阿部のねサード村上ファンブルで出塁して、で、高松盗塁、これアウトだったけどリクエストでねセーフになって、すごい際どいタイミングで2アウト1、2塁で代打平田こうファーストゴロアウト、だここでねパーンと出るか出ないかっていうところで、まあ出なかった、まあそこはね逆に言うとあのヤクルトのリリーフ陣石山田口清水マクガフ、まあ清水前日座りってねリベンジっていうところで、まあしっかり抑え切ったかなっていうところは非常にね素晴らしいリリーフ陣揃えたかなと。あとね中日先発、福谷、6回100球、6安打5三振2四球2失点と、まあ試合作るね、あと先発が豪華8人くらいで回してんだよね、でこれがしっかりまた試合作ってるっていうところで、まあね去年からのピッチングスタッフのね良さっていうところは出てて、まあここはねちょっと投打が噛み合わなかったけども、先発の2人としては素晴らしい投球だったんじゃないでしょうか。続いて、4月7日3対11で中日ということでね、結果から言うとですね、新人の高橋宏斗プロ初勝利でございます、グッドおめでとうね、6回94球6安打5三振1球3失点と、まあ、力あったねやっぱりね、初回ね山田哲人タイムリーヒット打たれてちょっとねバタバタするけども、2回にねドラゴンズまた阿部がツーベース、もう阿部ちゃんキーマンだね、で木下フォアボールで石川アウトになるけども京都フォアボールで満塁になって高橋宏斗センター前タイムリーね、これ日刊スポーツで書いたんだけども、やっぱりね前日の勝野もそうだし、この前ジャイアンツ戦の勝野のホームラン、あと今年のセリーグでいうと昨日のね阪神伊藤で、あと大瀬良とかね、結構今年ピッチャー陣がヒット打ってんだよね、ってなった時にやっぱねベテラン石川、まあ、ちょっと今日ね制球苦しんでたなっていうのはあるけども、ツーシーム系が初球ボールになって、で2球目ね
その多分野手だったらあんな投球しないと思うんだよね。技術っていうより心の油断、甘めのストレート系投げて、それをねセンター前打たれてね、もったいない。まあもちろんねピッチャーが打つっていうのは素晴らしいけども、ピッチャーにね打たれるようじゃダメだし、多分石川の油断がね打たれた原因だと思う。もうあれがもし野手だったらあんな攻めはしてないと思うんだよね。でもそれが決勝だ、高橋グッズね、非常に手腕な素晴らしいバッティングだったなっていうところと、まあ強打をねストレートのフォアボールに出して、まあその後初球ボールで2球目真ん中に取りに行ったっていうね、まああとピッチャーだから舐めちゃったかな、そういったところはねちょっと石川としてはもったいなかったなと。で4回表ね、次の1点大事ってことで強打がホームラン、しかも打った瞬間で5回の表ね、また阿部がタイムリー。阿部ちゃんすごい、今もうこのカード勝ち越しを支えたのは阿部ちゃんだね。この必死さとねバッティングのタイミングのね取り方の良さね、バットの角度ね非常に素晴らしい。で4対1になって、これちょっと劣勢かなっていうところで5回の裏来た、2試合連続松本ホームラン。もう打った高さはね前日と一緒ぐらいの高さだから、まあ高橋もねやっぱ高めに行って甘くなると打たれてんだけど、まあでもその後も甘めに行ってもねファールとか打ち取ってたりするから、まあ、力自体はねやっぱりあったと思う。だからそこはねまだ荒削りのとこあるけど、素材はピカイチだから、まあ、今後のねあのピッチングっていうか試合ね、あの語り期待っていうところと、このままうまくね投打が噛み合えば10勝っていうのはね間違いないんじゃないのかなっていう投球にはね見えたっすね。でこれで4対3になって、ちょっと雲行き怪しいなっていうところで、6回表ピッチャーがね石川から大下に変わって、いきなり石川がホームランで、強打が2打席連続ホームランと一発攻勢ね。だからまあヤクルトもねリリーフ頑張ってんだよね、頑張ってるけども、まあここが踏ん張りどころだったかなと。だから今日のもうキーポイントはねこの6回ね、でしかも強打のホームランでね、でその後高橋アウトでしょ、でワンアウトから大島ライト前で、岡林センター前ヒットで、これ1、3塁になって盗塁で、2、3塁でこの平田のショートガラの間に1点っていう、去年取れなかったこの内野ゴロとか何かの作戦とかでランナーを進めながら得点するっていうのは去年なかったんだよね。それを今年やってんだよね。そういったところでやっぱ点の取り方が上手くなってるっていうところがね、この勝利に結びついてるかなと。あともう8回はね、まあ、ビシエドとか木下スリーランポンポンポンって出て、結局11対3になるんだけども、やっぱ今日はねこの下位打線、木下石川強打でホームラン4本だからね。でそれはいいです。でしかもあの大島、岡林と上位も打って、平田ビシエド打って、阿部打って、あれ今日先発全員安打じゃない、これ先発全員安打、素晴らしいね、非常にいい勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果ね2勝1敗で中日の勝ち越しでした。続いて、阪神対 DeNA、 5日4対0で阪神開幕の連敗9でストップ、ね、で6日6対1で DeNA、 で7日の試合はコロナで試合が中止になりましたということで、1勝1敗の五分という形になりましたけども、4月5日ね連敗ストップというところで、まあ多くのね解説者も言ってましたけど、この佐々木チャンネルでも言ってた通り、まあこういう連敗が続くとね、それを、止めるにはピッチャーが完封するか大量得点で勝つかっていうところでね、阪神先発西完封グーッと、9回118球7安打4三振無四球無失点と、無四球っていうところがねこの完封につながったかなと。でその中でね、阪神速攻初回と、近本センター前、次ワイルドピッチ山本キャッチャー手だけでいって、後ろ反らして簡単にやりすぎ、バーンと体でいかなきゃで、ノーアウト二塁で中野がねライト前タイムリーで1打点で、その後、糸井のねキャッチャーゴラセカンドでねアウトになって、で佐藤インコースストレートライトホームラン、あれが打てたらもう強いね、常時できた、そしたらもう簡単にインコース来れなくなるからね。その後ねまっすぐじゃなくてカットボールに変えられてね、攻め方は一緒なんだけど球種を変えられてね、まあ抑えられるっていうところはあるけど、このね初回の先制3点っていうのはね非常に大きかったかなと。で次1点取るの大事なところで2回裏ね、小畑ライトでツーベースで、西がバントして、で近本の時ワイルドピッチ、しかも三塁ランナーね小畑ナイススタート、グッ、しかもヘッドスライディングセーブね、いいスタートね、隙をついてね切ったかなと。でもキャッチャー山本ね、初回ねあの適当なことやってるからね、その本当に止めなきゃいけない時も含めてね、体が反応しなくて反応遅くてね、大きく弾いたことによってストロー、あれもうちょっと早く反応しとけばそこまで大きく弾いてないと思うんだよね。だからそういったところをね常にやんなきゃ、適当なことやってるから勝負どころでミスするんだよね、バーッとね。 DeNA、2回表ね、宮崎レフト前で、関根、ファーストゴロでセカンドアウトで、大和、ツーベースでワンアウト二三塁になって、
山本三振。これも、もう、山本文句ばっかり言ってごめんね。別に嫌いとかじゃないよ。ただこの試合ね、山本が超ピックアップされてるんだよ。ね、バテ山本ね。まあ、2球目のね、外のボール、だいぶ広かったからね。あれ、ストライクきついなっていうところで最後ね、まあ、それは飛びついちゃう気持ちもわかる。あそこをね、ストライク取られちゃったから。でもね、内野が下がってんだよね。もう1点 OK と。ね、ここは。だからもう内野ゴロ1点いいですよっていう状況を内野のね、守備陣体系取ってる中で追い込まれたら最悪内野ゴロ打たなきゃ。それで1点取ったら、ひょっとしたらこの試合まだ分かんなかったね。今まで連敗中っていうところで。で、まあここ0点っていうところでね、西もリズムに乗って結局ね、完封になったっていうところでね、ちょっと山本がね、攻守にわたるミスがね、ちょっと目立ったかなっていうね。で、6日、6対1で DeNA っていうところで、阪神ね、伊藤将司。完封目前。あと一人。あとヒットリーって甲子園のね、ボードにも載ってた。ね。その中で、ね。9回112球4安打4三振2四球1失点と、完璧だったはずがね、最後、巻きにっていうね、ところはあるけども、まあ得点で言うとね、この5回にね、2アウト1塁で、伊藤がね、自らのバッティングで1点取るっていうね、みんなが打たなきゃ俺が打つっていうね、あのヒットでね、1点取って、非常にね、で、ピッチングも、ストレートも力強かったし、変化球の抜けも良かったっていうところで、最後ね、9回、2アウト、2塁、ね、牧と対峙してですね、まあ、このね、1球目ね、ボール、で、2球目のね、カットボールをレフトに引っ張るんだよね。で、次ストレートボールで、で、次のチェンジアップも引っ張る気味に来て空振りするんだよね。で、2エンド2ってなった時に、バッテリーが思ったはず、引っ張りにかかってんだと。ということは、アウトコースで抑えたい。ね。で、次5球目ね。最後のインコース見せといて、ファール打たせて。で、もうここでね、外やっていうところで、6球目、外のストレート行って、若干高めに浮いてね、ボール。で、2-3。で、これはね、プロ野球ニュース行ってたから、その日ね、全試合見てる中で、ピックアップして見てたんだけど、これ結果論じゃなくてね、言ってたの。野村さんとか、高間さんとかに。これ最後チェンジアップですよ、って言って。これチェンジアップで抑えれるかどうかで、牧がそれを、しっかり叩けるかどうか勝負ですねって言った時に、ここが牧の凄さ。追い込まれるまでは超引っ張りにかかってたのに、追い込まれたら反対方向追っつけてきたの。で、ちょっと高めストライクゾーン行ってね、でそれがセンター前に落ちて同点になるんだけどもね、あそこ次のバッターね、もう宮崎考えてボールゾーンで勝負でもよかったんじゃないのかっている人いるんだけども、俺はキャッチャーだから分かるの、早く終わりたいのよね、完封で、しかも引っ張りにかかってると、ボール球よりストライクで勝負して引っ掛けさせてね、ショートゴロサードゴロで、はいご苦労さんと完封ですねってやりたいのよね。ボールね、ファーストランナー出しちゃうと、ダイソーひょっとしたら出てきてサヨナラのランナーになって、宮崎が間抜けて、しかもランナー一塁になったら外野も下がると、ヒットでも確実に1点入ると、曲がり間違ったらサヨナラやと、出したくないんだよね。だからやっぱストライクゾーンで勝負しようと思った中で、多分バッテリーはね、で引っ張りにかかってると、で外チェンジアップやろと、その前の高めのストレートを見せたと、そしたら引っ掛けるやろ、俺も思う、だから攻めれない、配球は一つだけ言える、マキグッド、素晴らしい。あれをね、追っつけてセンター前でね、同点になって、これがね、野球のね、怖さよ。伊藤はね、112球投げてきたけど、112球のね、最後のその中の1球がね、全てを壊してしまうっていうね。で、12回ね、また牧がセンター前で、宮崎フォアボールで、この時、大和ね、バンド空振りして、若干上野がちょっと肩ね、空振りだからちょっと頭下げながら取ったから、視界ちょっとずれたと思うんだよね。で、そこでちょっとね、飛び出してた牧、3分の1ぐらい行ってたかな、セカンド慌てて投げちゃって、牧がそのまま3投っていうね。あれ、そこまで慌てちゃダメなんだよ。俺も経験あるからわかる、そうやって。でも俺が経験ある時は、投げたら西岡剛っていうすごいショートがいたのよ、取ってアウトにした、サードに連携プレー。でもね、あれ若干我慢しなきゃいけないよね、わかるんだよね。で、我慢して戻られたらセーフになっちゃうじゃないかってわかるんだけども、でもサード行かれるよりマシなのよ、っていうところでね、まあ、牧のね、ミスを取り消すスーパー走塁があって、で、ノーアウト一三塁になって、大和はね、レフト前タイムリー打って勝ち越し。で、一二塁になってからの山下のバント。ね。ファースト山本、反応良かったけど、サードも出てきてて、投げたり、ベース踏むの、
間違えて、ね、ベース触れなくて、フィルダーチョイスになって満塁。で、戸柱三振して、太田大志、ノンテンダー、DNA、グッツ。ね、走者一掃のスリーベース。まあ、その前もね、あ、その前スリーベースで、今のが走者一掃のツーベースか。打ってね、まあ、いいところを見て、チームとしてね、やっとここで貢献できてね、よかったなと思います。まあね、ほんと、くぶくりにね、阪神勝ってた中で、ね、DNA の逆転っていうところでね、まあ、この野球のね、怖さを知った試合だったんじゃないでしょうか。でね、今日の試合は DNA の選手たち、ちょっとコロナ陽性で、明日もどうなんだろうね。俺明日、横浜スタジアムで、DNA 中日の東海ラジオの解説、日本放送制作でするんだけども、あんのかどうか、ちょっと迷いどころだったけどね。まあ、結果ね、1勝1敗で5分。まあ、でも阪神がね、開幕連敗ストップしたんでね。まあ、次の日負けてしまいましたけども、こっからね、どういう組み立てをしていくのか。若干やっぱりリリーフ陣が不安やなと。もし可能だったら、外国人選手取ってきた方がいいんじゃないのかなと。ね、この開幕ロースターに漏れた人、メジャーをね、ちょっと取ってきた方がいいんじゃないのかなってね。心の底から思います。ね。ということで、1勝1敗の5分でした。続いて、広島対巨人。4月5日3対1で広島、6日1対2で巨人、7日9対2で広島、広島2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたけども、5日の試合3対1で広島、広島先発九里、7回116球6安打7三振5四球1失点と、まあ、立ち上がりのね3つのフォアボールちょっと悪かったね。ちょっと立ち上がりちょっとうまく乗り切れなくて、まあ、ここ痛かったんだけども、まあ、2アウト満塁で丸をライトフライ、結構いい当たりだったけど正面、これ0点大きかったね。ここがね、多分この試合巨人が勝てるかどうかの初回ね、終わってみたらキーポイントだったと思う。ここで0点は非常に大きかった。でその後ね、初回1回裏ね、2アウトから小園がねセンターツーベースで、マクブルームね、2ストライク追い込まれてから0ボール2ストライクでフォークボールで、外のストレート見逃してボールで、次フォークをね低め振らないんだよね。このフォークね、よく見てフォアボール、これはねグッと素晴らしい。で坂倉がレフトへね先制のタイムリー打って、この一戦線につなげるというところで、ツーアウトからね小園のツーベースでマクブルームがねしっかりフォークを見逃して、このフォークで坂倉につなげて1点取る。でその1回の表はねピンチを防ぐっていうところで、広島はねいい形の立ち上がりでね、こっからクリアね尻上がりに本当にね、コースも低め、制球力もすごく良くてね、どんどん立ち直ってきたというのは大きかったけども、その中で、まあ4回表にね、2アウト2塁から、巨人ね、戸郷にレフト前タイムリー、同点打たれるのはね、ちょっと痛かったね、ここはね。で、その後、まあ拮抗したね、試合になるんだけども、6回裏に、ね、先頭小園がセンター前ヒット。で、マクブルームレフトアウトになるんだけど、坂倉へのライト、ヒットで、ワンアウト1、3塁。でね、ここでね、小園がちゃんとサードまで行くんだよね。で、その後松山、フォークボールをセンター前タイムリー打つんだけども、このフォークが、戸郷、高さもコースもめちゃくちゃいいとこ投げてんだよ。これはね、打った松山を褒めるしかない。コンパクトにこう拾ってセンター前。しかもよ、坂倉がちゃんと三塁まで行くのよ。こういったね、ちょっとのこの開幕からね、本当にこういうなんかね、打ったとか守ったとか、そらなんか投げたとか、そうホームラン打ったとかいいけど、この守備もそうだし、この走塁もそうだし、そういった細かいところがね、カープよくできてるね。里崎ご予想やないかと、何言ってんやと、お前分かってなかったやろ、すいませんねカープファンの皆さんね。でもすごいこういうとこがねいいのよ。でまたワンアウト一三塁になって、相澤のショートゴロ、三遊間深いとこだったからね、これはね、もうダブルプレー無理っていうところでね、まあ1点入る。このね、2点目っていうところが非常に大きくね、3対1になるんだけども、こう一つないね、3塁まで行くとか、そういうところがね、このやっぱり1点にね、繋がってるっていうところは、いい形のね、点の取り方。まあ去年はね、ランナー出るけど、点の取り方ヘボいって言われてた中でね、今年はこの1本とかね、その、ランナーを進めて、ボンダでも1点取るっていうようなね、非常にいい形になってるかなと。でね、6回裏ね、ここで松山にね、ダイソーが出てたんだよね。中村。ね。で、その7回表からね、中村がライトに入って、ライトの西川がレフトに行ったらよ。ね。7回表、先頭吉川がね、内野安打で出て、ね、ノーアウト一塁から、坂本がレフトに大飛球上げたところを、後ろね、後輩しながら、フェンス間際で、ジャンプで、西川が通るの。ファインプレー、グッと。この笹岡采配もね、生きるんだよ。
なぜなら4回表ね、松原のレフトオーバーツーベース、ま、ね、松山、グラブ当たってたのよ。当たって取れたと思ったら、それ弾いて落としてツーベースにしてね、この1点にね、つながるのよ。戸郷のヒットにね。そこもあってよ。この7回から、まあ、ダイソーに出たっていうのもあるけども、このね、守備を変えてたのが、グッと。あれ、超えてたら、試合分かんなかったからね。ひょっとしたら負けてたかもしれない。その中で選手交代、レフト西川にして中村大輔ライトに入れたっていうところはね、この試合の一番のキーポイントだったかもしれない。笹岡采配も超えてね、西川のプレーもグッとね。で、戸郷もね、先発6回103球、6安打4三振、2四球1デッドボール3失点と、あのフォークがめちゃくちゃ落ちててね、非常に素晴らしいピッチング。まあこれ打線の兼ね合いもあるからね、まあ勝てなかったのは仕方ないにしても、ピッチング自体は良かったと思います。続いて6日、2対1で、巨人っていうところでね、広島先発戸郷だ。めちゃくちゃ良かったね。7回97球3安打5三振3四球無失点でもう完璧よ。しかも4回表にはね、一塁ランナーの丸を牽制させてよ。そういったところも冷静に組み立てていく中で、まあ本当にね、試合が始まればね、どっちかが勝ったらどっちかが負けるっていうところでね、勝敗がつくのは仕方ないけども、非常にね、素晴らしかったピッチングで、巨人のね、先発メルセデス、7回105球、6安打4三振、1四球、1失点と、こちらも完璧。だから両投手素晴らしいね、投げ合いで、まあ、進んでいくわけだけど、まあその中でね、まあ前日のね、勝ちを引き続いて、2回のね、裏に、相澤のね、タイムリーヒット、その前に坂倉スリーベースっていうところで、このね、坂倉がまたいいところで効いててね、この打線のつながりでいい形で先制して、このまま行くかなと、どこだもいいぞと、って言ったところで、2回。ね、ピッチャー中崎に代わって先頭松原アウトで、大城がね、代打大城ライトへタイムリーヒット、ライトへヒット打って、でワンアウト一塁から吉川が逆転のライトへツーランホームラン。でも中崎は攻めれない。インコースカットボール系めちゃくちゃいい球、あれはもう、あれをホームランするかっていうね、あれはもう打った吉川褒めるしかないよ。あの中崎の投球はね、攻められない、甘くなってるわけでもないし、しっかり投げたっていうところをね、完璧に打った、これはもうね、仕方ない結果、もう吉川を褒めるしかない。グッバッティね。でその中でね、7回表ね、巨人、ワンアウトから中田レフト前で丸のね、センターオーバーツーベースっていうところでね、あの上本、菊池、相澤のね、ナイスタッチっていうところでホームをアウトにした。守備もね、いいプレーあっただけにね、勝ちたかったね、カープ的には。でも一塁ランナー中田ね、あの一気にホームへ狙って三塁回ったところで若干足もつれかけたね。あれそのまま切れたらね、セーフだったかもわかんないけど、最後執念のヘッドスライディングもあったけどもね、あの上本、菊池、相澤のね、この中継からタッチっていうところはね、非常にそつなくね、負けたけどね、こういうところをしっかりしてるっていうところは非常にね、評価できるポイントじゃないかなと。で8回ね、そのめちゃくちゃいいところをね、吉川がホームラン打って、まあこれ仕方なしっていうところでね、まあいい試合展開だったかなと。でその中で大勢がね、あの巨人の記録タイに並ぶ、新人で7セーブっていうところはね、非常にグッと、まあ、佐々木新人を第一ドラフト予想してますんで頑張ってくださいね。袴田さんにもう負けたくないっていうね。で、4月7日、9対2で広島っていうところでね、まあこの試合結果的にね、結構大差つくけども、初回ね、いきなり岡本ね、あの広岡、坂本、ポランコとね、3者連続ヒットで、岡本のレフトへ先制タイムリーツーベースで2点取るんだけども、まあ結果9対2で巨人負けたんだけど、ここだね、完璧にキーポイントは。その後中田キャッチャーフライ、丸ショートライナーで、ウォーカー三振というところで、このノーアウト2、3塁からさらにあと2点取れたと思う、最低でも1点。ここで3点4点取れたら多分勝ってたね。このあと、まあ抑えた玉村も良かったけど、そこからバタつかないでね、ここ巨人としてはやっぱ勝ち切るためにはやっぱ点取りたかったなと。でもね、優位性の2点は変わらない中でね、その裏に1回裏にね、マクブルーム同点ホームラン、ちょっとおったもばらつき、ね、あったかなっていうところで、次回がね5試合しかないんで、1回飛ばすローテーション外すらしいんですけどね、このマクブルームの来日1号グッてナイスホームラン、ね、マクブルーム守備でも何気にいいプレーしてんだよね、あのファースト戦ね取ったりとか、そういったところもね、今の広島にとったらこのマクブルームっていう選手のね、能力っていうのは非常にフィットしてるんじゃないのかなっていうね。で同点になった後のこの2回裏ね、長のフォアボールで、スワイカね、ライト前ヒットで上本のね、ゲッツーの間に1点取るんだけども、ここもね、
ちゃんと長野がね、まあ、詰まりながらフワフワって言ったからね、あれだけども三塁に来るっていうね、この卒内走塁っていうところがね、やっぱチームに浸透して、その後ね、上本ダブルプレーになるけども、きっちり1点取るっていうね、こういう野球がやっぱ大事だね。打つだけじゃないと、もう泥臭くもぎ取っていこうと。まあ、それが去年なかったからね、そういったところでもよく目立つね、この1点目、ね、取った2回裏っていう攻撃はね、非常に大きかったかなと思います。でその後ね、展開的にどっちに転ぶか分かんないっていうところで4回裏ね、坂倉がランナー出て、ノーアウト1塁からね、長野がタイムリーツーベース、長野がまた元気よ。ね。で、もう決定づけたのはね、もう4回、ね、代打とおばあちゃんがツーベース打って、西川のね、ファーストゴロ、広岡がポロンチョ。ね。まあ、もうこの時点で4対2で、流れ的にはカーブだから、負けてたかもしんないけど、前日のね、起死回生のホームランっていうところもあれば、ここでね、失点を防いで最後にかけたいっていうところの中でね、あのポロンチョは痛かったね。取ったら完全アウトだったからね。で、その後ね、あの、1、3塁になったところで、菊池が、ね、セーフティースクイズ。ホーム、まあ、1塁かな？あれ、ワンアウト欲しかったかな？で、その後、子供がね、ノーアウト1塁バンドして、小林が、ファーストそれて、エラー。西川ホーム帰ってきてる。グーッツ。あれ帰ってくるか？そらホーム開けてたね。みんながボールウォッチャーになってファースト見てね。だからあれで行かなきゃいけないのが、ピッチャーの高梨がホームのカバー行かなきゃいけないんだよ。それ忘れちゃってね。ボールウォッチャーになってファースト見て、でもその隙を見逃さない西川。グーッツ。ビッググー。やっぱこう、走塁生きてるね。そう、次の塁を狙っていくっていうね、何度もファーストからセカンドって言ったけど、このセカンドからやっぱホームね、ホームいないからってついてくるんだからね。そういったこの卒内、逆にね、で、またその後ね、長野のタイムリーっていうところで、巨人はね、そのミスを起こしながら、それを見逃さず、ついていくっていう広島のね、この攻撃、打つだけじゃないっていうね、そういったところで1点をね、もぎ取っていくっていう形では、非常にね、素晴らしい点の取り方だったし、逆に言うと巨人はね、まあもったいない、まあでも流れもね、来てなかったけども、あの最初の広岡のポロンチョっていうところをね、がなければね、いい形になったかなと。でもね、この試合もしっかり長野がね、3打数2安打3打点打ったりとか、堂林がね、代打で出来て2打数2安打とかね、あとやっぱその打つだけじゃなくて、やっぱ走塁だね。そういったところも、やっぱしっかりしていることがね、今の広島の強さに、繋がってるんじゃないのかなっていうところでね、で、どうですか？前回。カープ3連敗した時に月曜日佐々木いませんでした。カープファンの皆さんね、3連敗したけど心配ないってね、結果ほら2勝1敗の勝ち越しね、言ったでしょ。これね、ずっと俺は全部試合総チェックして見てきてるから分かるのよ。まあ全部が全部当たるわけじゃないけどね、やっぱりね、いい負け方と悪い負け方っていうのがあるんだよね。負けだとしても、まあこれ惜しいねと、別に相手がちょっと上回っただけで、この敗戦は引きずることもないし、チームが悪いわけでもないと。これは勝負のあやで負けただけだから、チーム的には心配ないなっていうところもあるし、これはちょっと長続きするぞと。ちょっと当分浮上しそうもない、負け方も内容もひどいな、みたいなのね、あるのよね。まあ皆さんも見てたらわかると思うんだけどね。そうなった時に思ったの、佐々木は。カープは心配ないと。まあ結果ね。きっちり2勝1敗で勝ち越し、その中でもやっぱこのね、3試合目見て、まあ、解説者としても野球人としても勉強になったのは、この走塁の大事さ、一つのね、塁を狙っていく大事さ、隙を見逃さない、でバンドしっかりするっていうところとかも含めてね、やっぱりそういうね、まあ抑えた打ったとかあるけども、細かいところをね、しっかりついていく今のカープ野球っていうところがね、勝ち星を拾ってね、しっかりとしたいいスタートをね、切れてるんじゃないのかなと考察しています。ということで結果ね、広島の2勝1敗で勝ち越しでした。続いてパリーグ、ね、楽天対西武、5日7対3で楽天、6日7対2で楽天、楽天の2連勝っていう形でね、終わりましたけども、4月5日7対3で楽天、楽天ね、先発田中マーク7回99球8安打4三振1四球2失点と、まあ球数も少なく本領発揮してきたかなと。まあ、前回登板もね、ストレートが力強くなったって言ったけど、まあ、去年より全体的にね、球質っていうのが力強くなったように見えるね。だそういったところで、さらに良さがね、生まれてきたかなと。だからまあ、メジャーから帰ってきて、また日本でのっていうところでね、いろんなところを試行錯誤しながら、シフトチェンジしきれてきてるんじゃないのかなっていうピッチングに見えてね。まあ結果、まあこのピッチングしてたら、まあ2桁はもう楽勝でいきそうだなっていう感じのピッチングに見えましたね。で、西武の先発佐藤。ね、3回77球、6安打、2三振、2四球、1デッドボール、5失点と。まあね、前回登板で初勝利しましたけども、まあこの登板はね、制球定まらず、ストライクボールはっきりしていて、まあこれじゃあ良さ出ないね。何か爆発的なね、150キロ出るとか、
フォークぶり落ちるとか、そういうのがあるわけじゃないんで、やっぱりね、生命線のコントロールというところで緩急つけて攻めていくっていうところが、やっぱりピッチングスタイルなだけに、まあ、ストライクボールはっきりして、制球定まらなかったら、ちょっときつかったかなと。まあ、その中でね、まあ、この試合のテーマはね、チャンスに1本出た楽天と、チャンスに1本が出ない西武っていう形でね、結果7対3の勝敗につながるんだけども、楽天はね、初回、西川レフト前、で山崎デッドボール、で浅村ショートフライ、で、セカンドゴロ、で、ギッテンスフォアボールで、ツーアウトから、鈴木大地がね、ライトへ2点タイムリーツーベースね。ここでね、ここでもし0点だったらひょっとしたら分かんなかったね。でもここでしっかり点を取る。で、3回裏、浅村ライト前。で、島内デッドボール。で、ギッテンスが足首故障で、振って、交代と。で、技で出てきて三振。で、ワンアウト1、2塁。ギッテンスだから、カスティーヨと一緒の状況になってる。初めて出てきて、ね、怪我仕方は違うけども、本当もう、何なんだろうね。まあ、怪我だから仕方ないけどね、ちょっと楽天にとっては痛いよね。で、まあ、その後ね、ワンアウト一塁から、鈴木大地がね、センタータイムリーヒット。で、ワンアウト一塁、マルモレホスがね、ライトにタイムリーで、こうね、しっかり、チャンスを、ね、で、2点。で、その後、ワンアウト一塁になって、こう、辰巳ね、セカンドゴロ、殿崎がね、セカンドスローして、エラー。まあ、ランナーに当たってね、悪送球になって、ここで1点入るんだけども、まあ、あの、一、二塁間寄りだったから、結局、ダブルプレイは無理だから、1点確実に入るんだけど、まあ、その後、ワンアウト1、2から、積みたいね、6、4、3、ダブルプレイ取れたからいいけども、あそこはもうファースト1つでよかったかな。結果的にね、なかなか難しい。ね。で、7回に、きっちりね、2点取って、まあ、山崎のね、ピッチャーゴロエラー、某高橋がね、ファンブルして、で、浅村、レフトへツーベース。で、1点。で、島内ね、ノーアウト二塁から初球ね、セカンドゴロ。まあ、進塁打になるんだけど、多分本人としたらミスバッティングだね。そんな初球から多分進塁打打ちに行こうとしないんだよね。しっかり、まあその代わり引っ張ろうとは思ってたけども、まあ、結果進塁打になったけども、まあ、本人としては多分ミスバッティングだね。で、その後、代打銀次がライトへタイムリーと、こういうところでもきっちり1点取っていく。まあこれで勝負あり。でもその中でね、西武にすごいいいところがあったの。まあ俺が好きなプレーなんだけどね。この浅村からレフトへタイムリーね、ツーベース打つときに、センター鈴木。ね、レフトはフェンチョクに向かって飛んでいったよ。すぐ来てた。バックアップ。で、すぐ取って、セカンドスロー。まあ、ね、1点は入るんだけどね。でも、まあ、ああいうね、まあ、バッティングも状態いいと。でもね、おろそかになんないで、守備でも、しっかりね、レフトの大飛球を、ね、フェンチョクのバックアップでカバーリングして、それをカバーする。ね、しかも結構早かった。行くの。俺はね、そういうのが好き。そういったところね、地道にちゃんとやっとけば、絶対どっかでいい形になって、すべての面において、俺は結果ついてくるって信じてんだよね。だからそういったところを見るとね、この鈴木翔平のね、頑張りっていうのをね、さらに期待できるんじゃないのかなと。だから前日もね、この5日の試合も5回表ね、鈴木、ライトへツーラン、で、ウネンティンね、ソロとマー君から打って、まあ、ホームランだけっていうところでね、なかなか得点絡めなかったけどね、そういったところでも、しっかりね、打ててるっていうところはね、素晴らしい。こういった守備にもつながってるね。で、だから西武のキーはね、この3回表、ね、すべては、2対0の状態からの。ちょっとね、話が前後して聞きづらいかもわかんないけども、まあね、初回2点取られて3回の表ね、次がね、ライトヒット。で、鈴木翔平がライトへヒットで、ノーアウト1塁。こっから、オグレディ三振、源田がね、センターフライ。で、中村拓也レフトフライと、これ無得点なんだよね。ここで、点取ってたらちょっと流れ分かんなかった。で、それ点取れなことによって3回裏ね、一気に3点取られて、一気に流れをね渡して、まあ試合がね決定づけちゃうんだけど、西武が唯一勝てるとしたらこのね3回の表に点取れたかどうかだね。だからここが最初に言ったね、チャンスに1本出る楽天と1本出ない西武っていうところが対照的に7対3っていうところのね結果に、繋がったかなと。で、6日の試合ね、7対2で楽天っていうところで、楽天先発岸ね、7回102球、4安打4三振、2四球2失点と。まあ、とにかくストレート力強かったね。もうホップしてた、見てる感じでね。まあ、そうなったらそれはチェンジアップカーブってね、生きてきて。まあね、もう大ベテランになったけど、投球自体はね、若々しい、素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。ね。で、その中でね、攻撃面も、初回ね、速攻で2試合連続、西川フォアボール、で、山崎フォアボール。で、浅村ライトへタイムリーヒット。で、島内三振するけども、鈴木大地がライトへタイムリーツーベースね。これでも一塁線抜けていくんだけど、ファースト、ジャンセン。グラブの下。難しいよ。早かったから。でもあれ取ってたら状況変わってた。しかも、全く取れない打球でもない。取ってほしかったね。ね。で、その後渡辺がレフトへ犠牲フライ。結局、計3点入んだね。あれ、
止めとけば、ああ悔やまれるねっていうところで、まあ結果3点入っちゃうんでね、初球にね。で西武、先発松本ね、5回84球4安打3三振3四球4失点と、まあ去年もそうだったけども、全部が四球フォアボールからの失点、まあこれが悪いところだね。もうこうなるともう悪いところが出ちゃうっていう典型的なところだけど、まあこの試合はね、ちょっと松本取ったらちょっと悪い方に触れちゃったかなと。で西武はね、また前日と同じように、5回ね、外崎のレフトホームラン、岸のねレフトホームラン、まあここ1点差にね追いついてね、行くぞっていうところでね、5回裏西川ホームラン、クッて移籍第1号ね、これはかなりのね、試合の流れ的にはこの西川のホームランっていうのはキーポイントだったかなと。で7回裏ね、一気に3点取って、まあ、勝負ありっていう形になるんだけども、まあ、西武はね、まあ、山川離脱後6連敗という、ちょっと打つ手なしっていうかね、もうこれも本当ね、阪神じゃないけども完封するしかないんじゃないのかなっていうね。まあ、点全く取れてないんだよね、この6連敗中。山川いなくなってから6試合で11点だから 1.8 点しか取れてない1試合。これじゃあやっぱりね、なかなかきつい。しかもそのホームランの単発っていうところでね、まあ、前日は鈴木宇で、この試合が外崎岸っていう、一発でしかね点取れてなくて、打線のつながりがないっていうところは若干きついかなっていうね。で、まあ、辻監督がね2軍にね視察に行ってたらしいんだよね、今日試合ないからね、1軍の。だからそういったところで、いや、アイドとか2軍でねホームラン打ったりして頑張ってたんで、ひょっとしたらなんかのね入れ替わりがあるかもわかんないですけど、ちょっと打開策がね、ちょっと怪我人多いだけに、ちょっと見出せないところは、苦しい戦いになったかなと。でも逆にね、この西川ね、まあノンテンダーっていう形でね、あの楽天に移籍して、でも本人にとっては良かったかもわかんないね。あのままもし日本ハムにいた時に、ここまでの開幕、まあここまでだからね、まだわかんないけども、この活躍もあったかどうか、不透明だね。やっぱこうやって移籍して、新規一点、新しくもう一回やることによって、落ちていきかけた野球人生がここで上がっていくっていうところで、まあ西川本人にとったら、このノンテンダーで楽天移籍っていうのは非常に良かったかもわかんない。で、まあ太田もね、その、前の DNA のところで言ったけども、スリーベースね。で、満塁から走者一のタイムリーとね。その、まあ、移籍してしまうことは仕方ないけども、その中でね、また頑張っていけば、野球人としてのね、結果が出るっていうところで、多くの人にね、勇気とか感動をね、この二人の活躍っていうのは、与えてるんじゃないのかっていうね、この移籍がすごいいい方にね、動いてるっていうのはね、今実感するところのね、この総チェックの中での、思いでしたね。まあ、結果ね、楽天の2連勝っていう形でした。続いて、ソフトバンク対オリックス、5日の試合6対3でソフトバンク、6日の試合1対3でオリックス、7日7対3でソフトバンク、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、5日の試合6対3でソフトバンク、ソフトバンク先発ね、石川足首痛めて初回2失点で交代っていうね、前回本当に素晴らしかっただけに、期待してる中でこの怪我っていうのはまあ残念だし、ちょっと痛いね。ホークス的にはしかもめちゃくちゃ良かったからね、前回の登板がね。初回の感じ見たら、あれバランス悪いな、ホームなんかしっくりきてないな、あれ前回のどうだったんだろうなと思ったら、やっぱりね故障っていうところで、まあ早く直してね、また素晴らしいピッチングをね見たいなと思いますけども。でオリックスのね先発山崎総一郎ね、3回3分の1 70球5安打2三振4四球5失点と、毎回四球でね制球安定せず、ストライクボールはっきりするとちょっとね安定感、なんか去年の一番最初の荒々しい感じのピッチングのように見えたんですけど、まあ、ちょっとねこれはちょっと痛かったかなと。でソフトバンクはね2回ワンアウトからガルビスフォアボールで、今宮ツーベースで、甲斐三振の後三森がねライトへスリーラン、6年目初ホームラン、グッドナイスホームラン、ね、で4回ガルビス、ね、フォアボールまたね、で今宮バントで、甲斐レフト前で、ピッチャーここでね山田に交代して、三森がライトへタイムリーで、柳町レフトへタイムリー、グッド三森と柳町、グッグ、ね、柳町も前回言ったじゃん、ベースカバーね、あの回の三塁のやつの後ろバックアップ来てた、そういうのをちゃんとやってるとしっかり結果出てくるようになるんだよね。さっきの鈴木翔平もそうだけど、だこういったヒットを見てるとね、やっぱりああいうオフザボールの影の動きをしっかりしてるっていうことは大事なんだなっていうことはね、ホークスファンの皆さんも分かってくれるんじゃないでしょうかね。でね、ここからこの回から上位への打線のつながりっていうところが非常にこの試合では安定感を見せて、これを得点につながっていくっていういい形の攻め方だったね。でオリックスもでもね勝てるチャンスあったのよね。1回2回3回5回チャンス生かせずっていうね。だからこの日も初回ね、吉田のタイムリーツーベースでね1点で、杉本フォアボール、バレラフォアボール、ワンアウト満塁から後藤アウトになって、紅林押し出しで、ここ
もう行って行ってたら、欲だけどね、状況が変わったからと。で、その後、2回も、太田センターツーベースと。で、福田、ファールフライ。ここで最低でも進塁打行きたかったね。で、ワイルドピッチで、三塁行って、で、宗三振。で、吉田フォアボール、杉本フォアボールでバレラがアウト。ね。で、3回、先頭後藤、フォアボール。ね。で、紅林若月アウトになって、太田アウトと。先頭のランナーを行かせず。ね。でもソフトバンクは下位から上位に行って得点。ね。で、5回。ね。こう1点ね、杉本ホームランで1点取るんだけど、その後ね、バレラフォアボール、後藤ライトへヒット。で、紅林送りバンドで、で、代打ラベロ、ワンアウト2、3塁から三振、太田三振で。だここで得点ね、しとけば状況は一変して、勝てた可能性十分あるんだよね。そういったところでは、まあね、その勝てるチャンスを一本生かしきれなかったかなと。あとね、まあ石川先発降板しましたけど、ね、勝ちはね、尾形がつきましたけど、まあ、田村坂東、加山津森、又吉森と、リリーフ小刻みにしてね、非常に粘り切ったっていうところはね、全勢力でね、総力戦で勝った試合だったかなと。で、6日、3対1でオリックス。ね、オリックス先発田島、6回3分の2、115球、2安打3三振、5四球、無失点と。まあ、フォアボール結構出したけども、まあ、粘られてフォアボールとかもあって、そんな簡単にポン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 フォアボール出してたわけじゃなかったから、まあまあそこはいいかなっていうところと、まあね、5四球あったんだけども、ホームは比較的安定してたんだよね。そんな状態振ることなく安定してたから、まあそこはね、いい形で悪いなりに頑張ったんじゃないのかなっていうところは、素晴らしくね、評価できるところじゃないのかなと。で、ソフトバンク先発和田ね、5回3分の2、91球4安打2三振、29、1失点と。まあ前回同様ね、やっぱ今年出だし非常にいいピッチングね、続くなっていうところで、やっぱ安定感ね、ベテランらしい素晴らしい投球だったかなと。で、まあその中でね、オリックス、4回表ね、バレラフォアボール、で、吉田、センターへタイムリーツーベース打つんだけども、まあセンター松尾がね、クッション若干ファンブルして、まあバレラがね、ホームヘッドサイディングでファーストから帰ってくるんだけども、まあタイミング的に、あれクッションファンブルしなくても多分ホームセーフかなっていうようなねタイミングに見えたけど、でそのままねキャッチャーまで来るけど、キャッチャーがね甲斐が、ジャンピングスローでしっかり取ってね、三塁まで行った吉田をアウトにするんだけども、ここで一つ考えようね。ツーアウトだったら吉田の三塁に行くのは正解ね、おとりとして。ノーアウト、クッションファンブルしてる、ホームバレラほぼセーフ、ストップでしょセカンド。ここは。そしたらノーアウト二塁で、まだ攻撃続けれた。まあ、試合勝ったけどね。俺はそこのね、吉田走塁、コーチャーも含めて、バッと。あそこはストップ。ノーアウトだからね。で、まあ、結局ね、まあ、そのイニングはね、まあ、1点だけになって、9回まで行くんだけども、9回。ね。代打攻勢。大成功っていうところでね。まあ、ピッチャーね、平野が上がって、先頭中村フォアボール。で、ダイソー佐藤が出て、ガルビスは三振するけども、マサゴに代わって代打牧原センター前。で、今宮から代わって代打柳橋、ここはセンターフライ、ツーアウト。で、甲斐に代わって代打上林がフォークボール拾ってね、ライトへ、同点、タイムリーでね、延長戦突入ということで、どうなるのかっていうところで、10回ね、ソフトバンクも守護神森が出てきて、福田、センター前、ヒット。で、頓宮送りバント。山足三振で、後藤俊太が、低めの落ちる球、スプリット系かな、拾い上げて、前進守備引いてるところをね、決勝点、三塁まで行って。で、次の、義母、インコースカットボール系、あんなのなかなか打てないよ。あれをクロッと回って、若干詰まっただろうけど、ライトへの3点目のヒット、ね、後藤俊太の勝ち越し、グーッと。ね、義母のあのヒットは、ビッググーッと。あれは本当にね、すっごいいいバッティング。あれは簡単にできない。ああいったところでね、勝負どころで出るっていうところはね、非常に素晴らしいバッティングだったかなと。まあ結果ね、3対1でオリックスの勝ち。ね。で、今日の試合、7対3でね、ソフトバンクの勝ちっていうところでね、まあソフトバンク先発レイ、ね、コロナの影響もあってね、退団したけども、今年再契約っていうところで、去年見てても非常にいいピッチングだったんでね、安定感あるピッチングで、まあ10勝はできるんじゃないのかなっていう予想をね、してる中での今日先発、6回3分の2、93球、5安打4三振、1四球、3失点と。やっぱりコントロールはいいね。ちょっとね、右手、小さめに振るけども、ストレート、で、チェンジアップも同じ高さから落ちて、非常にね、安定感あるピッチングかなっていうところはね、見てて、これ自分から崩れていくタイプじゃないなっていうところはね、安心感あるなと。で、オリックスも、先発、山崎幸也、5回3分の1、93球、6安打3三振、1四球、3失点とね、まあ、こちらもね、3失点はしたけども、別にピッチング内容としては、悪くなかったんじゃないのかなと。で、その中でね、3回裏、なんと、
前日か、5日の試合に6年目で初めてホームランを打った三森がもう2発目グッてナイスホームランというところで先制して、でレイの、安定ピッチングで行くけども、6回の表ね、トングセカンドへの内野安打ね、で福田ファーストゴロアウトになってワンアウト2塁からバレラが、バレラいいね、感じ的に。ここからどうなるか分かんないけど、まあ、スイングになんか変な癖もないし、インコースのさばきいいし、なんか良さそうな気がする、バッティングは。ね。一気に逆転して、おっていうところで、6回裏。三森レフト前、牧原、絶妙なセーフティー。ファースト、杉本。で、足遅いよ、迷ったね。こういったところがまだ急増のところあるのかな。迷って、セカンドバレラのファーストベースカバーも遅れて、ね。まあ、牧原のセーフティーがすごかったんだけどね。で、ここで次、まさきね、バンドとか、サイン。もうバタバタしてたね。でも1、2打席目の振り見たらいい振りしてんだよね。もうちょっと落ち着いていこう。ね。落ち着いて。ちょっとね。まあ緊張感、それはある。それ誰しもね。ちょっとバタついてる。もうちょっと落ち着いていこう。ね。振りは良さそう。だから慣れたら打てるような気がする。俺はね。そんな変な感じやなって思わない。振りはね、いい感じ。でも、プロ。ね。学生時代ね、何回も言うけど、バントしたことないでしょ。でもね、プロに入ってきたら、それぐらいのバッティングだったら、バントしなきゃいけないんだよ。だから、明日からもっとしっかり練習しよう。ね。で、ここでバントできなくて、最後ボール球振って、三振。で、ここでね、グラシアの時に起きた。変わって、ワイルドピッチだけども、セカンドランナー、三森、三塁、グッと。早かったね。あれ、一歩躊躇してたアウトだね。別に、頓宮悪くない。いい形でブロッキングしてる。その後のスローイングも良かった。ね、三森がすごい。グッと。で、グラシアルフォアボール。ね。で、中村押し出し。これ痛いね。で、その後、マッチの走者一掃、スリーベース、マッチ。あ、そう。ね。あれでもね、アウトコースのスライダーカット系、めっちゃいい球だったよ。見たけど。沖田は攻められないね。あれ打たれたら。打ったマッチを褒めるしかないね。そう、甘くもなってないし、コースもしっかり投げてるから。まあ、強いて言ったら、やっぱり中村のフォアボールが痛いっていうところと、やっぱ牧原のセーフティーバンドで杉本の出足が遅れたっていうところでセーフになったのが痛かったけど、まあ、結果としてのあのマッチのヒットはね、攻められないね。でもホークス的にはこれすごい大事な点を取って、でも7回表にね、頓宮がね、レイから津森に代わってあのインコース詰まりながらもセンター前ね、タイムリー、頓宮グッと。この日だって3打数3安打1打点だからね、非常に素晴らしいバッティングで1点取って、まあ、5対3、よしまだ反撃いけるぞっていうところで7回裏跳躍フォアボールから始まって、バンド牧原のねタイムリーで、グラシアのタイムリー打たれて、もうこれでチエンド。でそっからはね、もう又吉モイネロ出てきてシャットアウトみたいな感じでね、まあ、結果ソフトバンクはね2連勝、じゃあ2勝1敗勝ち越しになりましたけど、まあ、ソフトバンクもちょっとね石川柳田、栗原ちょっと怪我人がね、目立って、不安要素もあるけども、まあ、まさきとかも含めてね、まあ、ここから新しく出た選手がどこまで頑張れるかっていうところを、そう厚くするとこもできますし、まあ、リリーフもね、又吉加入によって、そう厚くなって、非常にいい形もできてるんでね、逆にオリックスはね、リリーフ陣ね、ここ頑張りどころっていうところとね、守備面のちょっとしたミスね、っていうところを改善していこう、あと判断とかね、っていうところは改善していきたいなっていうところは、ある戦いだったかなと。まあ、結果ね、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、最後は、日本ハム対ロッテ。ね、4月5日、2対0でロッテ。6日、3対2で日本ハム。1勝1敗の五分っていう形になりましたけども、4月5日、日本ハム、完全に勝ちゲーム。その中で、1本出ない、バントできない、振らない、39っていうところでね、敗戦につながりましたけども、まあ、確かにね、先発ロメロ、6回106球3安打4三振2四球無失点とね、非常にいい形の、ピッチングね、前回ね、ちょっとスライダー偏ってたなっていうのもありますけども、今回はね、そこまでスライダーに偏った配球っていうのはなかったと思いますし、いい形のね、ピッチングはできましたけども、ね、2回、ノーアウト満塁、5回、ノーアウト1、2塁、みたいな。2回だって、日本ハム、ヌニエスレフト前、渡辺レフト前、野村ライト前、ノーアウト満塁からアルカンタラ三振、石井、センターフライ、ツーアウトで、清水ライトフライで0点。ノーアウト満塁は平均 2.4 点入るからね、統計上。解説の鶴岡も
俺が、BS テレ東で一緒に行った時に言ったやつで、聞いてって言った瞬間、0点って言って、ざわついてた SNS。でも、0点でも、ノーアウト満塁から5点取るチームもあるから、そうなったら 2.4 点ぐらいなんだよね。でも、そこで0点でしょ？で、その後、5回、ノーアウト、1、2塁、ね、アルカンタのフォアボール、石井フォアボール、で、清水、スリーバンド失敗。最後、ジャンプしてたで。ジャンプしてまでする球ちゃうで、バントって。ね。バッと。で、浅間、ダブルプレー。で、7回、ワンアウト満塁。ね。清宮、スリーボールから、甘めのストレート掘らず、次、ど真ん中のスライダーも掘らず、最後、一番厳しいボール振って、キャッチャーファールフライ。で、浅間、ね。最後、スリーツーから、アウトコースのカットボール系、広畑のね。あれ多分、ボール球。で、それ振っちゃって、三振っていうところで、0点。ここ、清宮。初球いかなか。ビッグボスも言ってたけど。そういったところ、ね、次の日ホームラン打ったけどね。そういったところ、消極的になっちゃダメよ。で、まあ、次の日ホームラン打ったからね、そこの反省も踏まえてんのかなっていうところあるけど、完全勝てた。試合状況的には。ね。で、ロッテが結局ね、4回表、レアードセンター前、安田レフト前。で、エチェバリアがね、ライトにタイムリーヒット打って。で、その後、平沢藤岡アウトになるけども、高部がね、タイムリーヒット打って、この虎の頃2点をね、守り切ったっていう試合になるけども、ロッテもね、状態、全然いいわけじゃないのよ。こんなこと言っても。1回、3回で、ね、初回も、2アウト1、3塁から、レアードがね、アウトになったりとか、2回も、2アウト1、2塁から高部アウトになったりとか、4回もね、ノーアウト、1、2塁からね、そのエチェバリナヒットで、点を取ってノーアウト1塁から平沢バント失敗とかショートフライとか、これ高部ね、ヒット打ったからいいけども、その後もう1点ね、っていう連打っていうところがね、ないだけに、ね、まだそんな状態上がってないんだよ。で、その中で、上沢もね、しっかり2失点で抑えて、いいピッチングした中で、この完全なるチャンスを全く生かせないっていうところで、痛かったね。日本ハム的にはね、完全な勝ちゲーム。展開的にはね、だっただけで。でもそこをね、しっかり守り切って、勝ち切ったロッテの強さっていうのもあるけども、まだ本物じゃないね。もうちょっと取れる時あった。ね。でもまあ結局ね、勝ち切って、広畑、ワクワクしていったぜ、みたいなね。提供魂、いい感じだね。続いて、6日の試合、3対2で、日本ハムのサヨナラ勝ちっていうところでね、ロッテ先発、元前、ね。まあ、結果的には俺は粘り強く投げたかなと、5回92球、6安打6三振、1球2失点とね、地元北海道でその初先発、役割っていうのは、果たしたかなと、いいピッチングだったんじゃないのかなと。本当はね、小島だったんだけども、これは俺の推測なんだけど、予告先発は明日石川なんだけど、次オリックスなんだよね。で、オリックスが山岡なんだよ。だから山岡、山本、宮城って多分来るんだよね、週末。で、ロッテは石川、二木、佐々木朗希なんだけど、石川、小島、佐々木朗希って、元のローテーションね、に戻そうとするために、ここ元前行ったんちゃうかっていうのをね、推測してんだよね。元前でも勝てるだろう、みたいなね。ところで、まあその中でね、元前もね、チャンスを掴んで、まあしっかりね、いいピッチングしたけども、まあ3回裏ね、野村がライトへホームラン、で4回裏清宮ライトへホームランと、まあ甘く入ったところをね、しっかり叩かれたっていうところはあるけどもね、全体的には、俺は元前いいピッチングだったかなと、思います。でね、この、2点を取って、日本ハム先発加藤ね、6回3分の2、92球、3安打6三振、1球2失点と、まあこちらもね、2失点するけども、ストレートはコントロール良かった。カーブもいい抜けしてた。チェンジアップも落ちてたっていう、自分自身のそのポテンシャル持った投球、能力っていうのは僕は十分にね、発揮したんじゃないのかなと。ただね、7回、初球や、先頭のマーティンね、やっぱりフォアボールっていうのが痛かったかなと。その後佐藤センター前、佐藤クリーンアップ入ってから食うって。いいね、バッティング。このまま行こうぜ。ね。で、ノーアウト1、3塁になって、レアード三振。で、この時にね、しっかり佐藤盗塁してんだよね。これがまた大きいね、この隙ない。ね。盗塁仕掛けて、で、2、3塁になって、で、山口三振、インコース3球三振。あれ、山口全く頭なかったね。で、まあ、しっかりね、インコース投げたし。で、ここでね、ピッチャー交代、杉浦になるんだよね。まあ、前回ね、西武戦で7連打されて、一気に5点取られて、加藤がね、負けちゃったんだけども、あれもうあったんだったらもっと早く交代でもよかったんちゃうかって思うけども、ここで交代なんだっていう、まだ里崎凡人です。意図が全くわかんないですよ。正直。あそこは続投でしょってね。正直思った中で、岡の時、初球、ワイルドピッチ、バッと。嘘やろっていう。いきなり交代してきて初球ワイルドピッチ、しかもまだよ、キャッチャー止めれる範囲だっていいけど、あれは止めれないよ。だいぶ引っ掛けて。さすがに無理。一失点ね。
で、ツーアウト一塁になって、岡がね、結局フォアボール。最後、敬遠気味。で、ツーアウト一塁になって、1億円の守備固めかと思ったら、今年は打撃がいいんだ、エチェバリアっていうね、ライトへ、タイムリーヒット。ここでよ、もう一つの問題。このエチェバリアが入った時に、カメラでも新庄さん映してたと。新庄さん、こうやってもっと前、もっと前。多分あの角度で言うと、万波に言ってたと思う。もっと前、もっと前って言って。で、一塁間、普通にゴロで抜けていって、ホームさせへん、バーッと。嘘やろっていう。まず、逸れてるからね、送球が。で、もし、あれでさせないんだったら、しかもセカンドランの佐藤でしょ。高部とか和田とか、めちゃくちゃ足が速いわけじゃないじゃんね。まあ、普通に速い感じだよね。それをよ、あの打球でホーム、セーフはダメよ。しかも、ビッグボス前ってやってんだから、あれでさせないんだったら、もっと前来なきゃいけないし、そういったところはね、ちょっと謎だったね。正直ね、もったいない。非常にね。で、ここでね、2点目が入って、同点になって、おいおいおい怪しいぞと、このまま一気にロッテが逆転しちゃうんじゃないかっていうところでね、9回ピッチャー北山出てきて、問題のシーンよ、皆さんが聞きたいね。9回ワンアウト一塁から福田ね、三振だったんだけど、打撃妨害、宇佐美のキャッチャーミット叩いてね、素直な気持ちよ、キャッチャーのミット入ってから叩かれてんのよ。だからもう着払いも着払いよ、あれで打撃妨害きついね、キャッチャーからしたら。まあルール上打撃妨害なのはわかると。でもあれがね、宇佐美がベースの真上ぐらい行ってたとか、もうキャッチャーのブズボックス出て打席の線のねところも体も超えて取ったとかだったらわかるけど、普通のキャッチャーズボックスの中で普通に別に取ってミット入ってから叩かれて打撃妨害はきついね、キャッチャーとしたら。そこはまあルール上そうなんだけど、ちょっと審判の人にもうちょっとちゃんと聞いてみたいで、本当にそれでも守備妨打撃妨害ですかっていうね。だからまああれは宇佐美は責められないね、着払いだもん、ミットに入ってから叩かれてんだもん。でルール上打撃妨害かもしんないけど、いや俺だったらきついね、本当抗議したいぐらいの感じ。まあそれでね、結果的にランナー出てワンアウト一塁になるんだけども、ここでね北山が岡をね 6-4-3 ダブルプレーにとってピンチを刈り取るっていうところではね、まあよく踏ん張ったかなと。あそこでポンってね、去年までの流れだった岡がポンっていってね行くところだったけども、でその後ね9回裏ね、ここでまたちょっと里崎の謎気も、ゲレーロ貝またぎ、他にピッチャーいたでしょっていうね、この回は東条大野が投げてね、ゲレーロ貝またぎ、いやー変えてもいいんじゃないのっていうところでね、先頭ヌニエスにデッドボールあって交代するんだよね。そこで交代するんだったらもう最初から交代しといてよかったじゃんって思うんだけど、で広畑が出てきて、で石井がね初球エンドラングッと采配も良かった。でそれもね、石井も絶対引っ張るんやっていう気持ちでね、若干アウトコース寄りだったけどヘッド立ててね引っ張りに行って、まあ結果ねライトに抜けてファーストランナーね、ダイソーの細川出てたんで、三塁まで行くけども、あのエンドラン、作戦も良かったけど、石井のあのバッティングが良かったね。で、ノーアウト一塁になって、またもう一つの問題場面よ。宇佐美、レフトフライね、落ちて、まあ、サヨナラヒットになるんだけども、もし高部の擁護をするとしたら、こうファールやと、取ったらサヨナラになるかもしんないから、取るのやめよう、としか考えられないんだよね。若干最後見失ってたっぽい感じのリアクションだけども、まあ、そこはちょっとわかんない。でもそれだったらよ、ちゃんとライト、レフト線の線上を把握して自分の中で取るか取らないかをもっと決めなきゃいけないよね。雑すぎるよね、判断としては。だからあれはもうバットだね。やっぱりそれをちゃんと、しかももっと言ったら、あの距離感はノーアウト一三塁、ホーム走らないっしょっていう。走っても刺さなきゃいけないような距離感だったよね、ホームの距離的にはね。だからそう考えたらもうあれを見送るっていう選択肢はないね、普通に考えて。そういったところではまあ状況判断も含めてやっぱバットだね。でもう一つ言えば、泣いちゃダメよ、やっぱり里崎的には。まだシーズン始まったばっかりよ、あれで泣いてたら涙足りないよ正直ね。しかもまあ100歩譲って泣いてもいいけど、グラウンド上で泣くなとね、裏で泣けと、見せるとこじゃないと、そんなのはね。もしくは高部がさよならヒット打ちましたと、2軍ではめっちゃ打ってるけど、去年も1軍来ても全く打てなくて、今年勝負で
オープン戦も調子良くて、チャンス掴んで、サヨナラヒット打って、苦労もかけたけど、多くの人の支えのおかげで頑張りましたってヒーローインタビューで泣くんだったら俺はいいと思う。でも、ミスで泣いちゃダメよ。早いよ。まだ日本シリーズかかってるとかだったら、まあ、1万歩譲ってわかるけども、まだ泣いてる場合じゃないよ。もう俺はそれを良しとしない。だからバット。ね。もっと強くなれっていう風にね。言いたいね。精神的にも。しかもミスなんてクソほどするのよ、これから。その一つ一つのミスで泣いてたら涙足りないよ。俺なんて勝負どころでどんなにミスしたかっていうね。それで強くなっていかなきゃいけない時に、俺はプロとしては涙はいらない。泣くんだったら裏でっていうところはね、まあ、里崎の発言的には言いたい。で、この試合でね、もう一つ気になったことが、これ、まあ、プロ野球ニュースでも言ったんだけども、ハムのリリーフがよくわかんないっていうね、オリックスか。最後ね、紅林申告敬遠して、宮西が吉田に打たれて負けた試合。あの試合、7回に北山出てきてたからね。で、今日は7回に杉浦出てきて、9回北山っていうところで、まあ、いろんな考えもあるし、多分試してる最中なのかもわかんないけども、里崎の思考的には、やっぱまあ、野村さんとか斎藤明夫さんとかにも聞いて言ってたけども、出ていく時の、何回行くっていう、やっぱ準備はあった方が楽だと思うんだよね。今日行ってみて、6回とか7回とか8回、9回って決まるっていうのは難しいと思う。その敗戦処理とか、その方程式に入ってない選手っていうのは、やっぱそのユーティリティ時にいろんなとこ行かなきゃいけないから準備をしなきゃいけないけども、勝利の勝ちに直結する方程式に入っている選手っていうのは、まああらかじめ7、8、9行くとこもうここですよって決めてあげた方が、やっぱ準備するの楽だと思うんだよね。それをやっぱり今日7回、今日9回なのかなっていう、その時々で準備をが複雑化するっていうのは、やっぱ準備する方としては大変だと思うから、まあそこら辺は方程式だけでも7、8、9はいいピッチャーいるからね。堀宮西ね、北山もそうだし、杉浦もそうだし、いいピッチャーいるだけに、そこら辺をちゃんとしとかないのは逆にもったいないなっていうとこ思うし、あとロッテ的には今後やっぱ勝っていくためには、今年延長ね、1勝2敗と負け越したり、今日終盤もね、これ勝ちきれなくて負け越してる中で、去年ね、松田が67試合交代完了っていう日本記録作ったのも、まあ、9回で打ち切りだったっていうところもあるし、その引き分けが、やっぱ去年のマジック3までいった原動力になっていることを考えたら、やっぱ今年延長とか延長あることでどう戦っていくかっていうのが、ロッテの順位にはかなり影響するんじゃないのかっていう、この開幕してから10試合前後かなり感じたね。だからこの試合もゲレーロを、あの回またぎはちょっと無理なんちゃうかっていう、もともと制球力がいいピッチャーでもないしね、そういったところではまだね。で、しかも次の日休みだったわけだからね、西野が行くのもありだろうしね、そういったところをもっと使いながら行かないと勝ちきれなくなる可能性もあるって、まあもちろん休みも必要かもわかんないけど、3連戦じゃなかったからね。そういったところでは今後ね、このロッテはベンチワークっていうところも結構勝敗にとか順位にね、かなり影響してくるんじゃないのかなっていうところは、まあ、去年と今年でね、3年ぶりに延長戦が、元通りになったっていうところでは、ちょっとね、ロッテはプラスの方に働いてないっていうところでね、今後どうしていくのかっていうところはね、ちょっと注目してみておきたいなと思います。まあ、結果ね、1勝1敗の5分っていうところになりましたね。で、あと、そうだ、今も出した、最後勝ってね、ビッグボスが一塁側ベンチの方に行ってて、俺見てて高部が泣いてるから、それ慰めに行ったのかなって思っちゃって、俺そんなことするの、そこまでするのかなと思ったら、あの北山が初勝利で、あのウイニングボールをもらいに行ってただけだったらしくて、あ、そうなんだと思って、俺高部慰めに行くのかなと思ったっていう、あの自分の感想を入れておきました。ということでね、結果、1勝1敗の5分という形になりました。さあ、今日もですね、長い時間総チェック見ていただいてありがとうございます。明日からまたね、カードが変わって、巨人ヤクルトで、 DeNA 中日、阪神広島、日本ハム楽天、西武ソフトバンク、ロッテオリックスっていうところがね、なりますけど、どういう戦いがね、待っているのか、まだ始まったばかり、今ね、負けてるチームも取り返し十分可能です。今勝ってるチームも油断せず、このまま戦い続けることもね、大事です。ニューフェイス、出てきてますね。いろんな選手の活躍ね、里崎チャンネルでどこよりも詳しくお伝えしますので、次回月曜日もお楽しみに。ということで、金曜日の総チェックでした。それでは、プロ野球、エンジョイ。